ライブ終了後のこの方に来ていただきました。創生リワンです。お疲れ様でした。福井にはだいぶ、まあ、ゆかりがあるというか、はい、何度も足を運んでいらっしゃると思うんですけど、福井と創さんとの出会いきっかけはどんな感じなんですか？いろんな名義で活動したんですけど、はい、4年か5年前にその相方のブルーマンスポット、アルバムをリリースした時に、77カラーところのユニットで2人で始めてきて、そこからは毎年のように違う名前で、ですから創生81としてはもう 4、5 回来てるんですけど、創生81としては2回目です、そこから福井の魅力に取りつかれて。そうですね、なんか福井の人たちマイペースっていうか、それがすごいゆっくりできるんですけど、なんかツアーとかもあると、まあ、都会すごい大きい都市のことが多いんで、まあ、ライブやってご飯食べてなんか慌ただしく帰るっていうのが多いんですけど、まあ福井の人たちもゆっくりゆるいバイクがすごい好きで、なんかもう本当にファミリーみたいな、今年も楽しみにしました。ワンパークフェスティバルが今年初開催になるんですけど、またそのご自身のワンマンとかライブとフェスになるとお客さんの層だったりとか変わってきても、まあ、自然かなと思うんですが、ステージ立たれてそのあたりどうでしたか？やっぱりいろんなアーティストが出演しているフェスティバルなんで、僕を目当てに来ている人はそんなに多くいなかったんじゃないかなと思うんですけど、でもそういう人たちも楽しんでもらえるようなセット曲も考えながら組んできたので、なんか少しずつこういうことやってるんだなっていうのが伝わって、なんかみんな最後は踊ってくれて嬉しかったです。スタイルとして DJ 回しながら歌うっていうのはなかなかいらっしゃらないと思うんですけど、それこそ一番最後にワンパークフェスティバルっていうこのワードを使いながら歌ってくださった、あの瞬間やっぱりみんなわーっとこう湧きましたね。なんか自然と出てきたっていうか、なんか最初にちょっとこうこのフェスティバル の思いっていうか、福井の仲間たちがこんなフェスティバルを作ってくれたんで、最初にお話したかったんですけど、なんか最初なんか曲をすぐ始めちゃったんで、なんか最後にちょっと喋ろうか、曲に乗せようか、なんか自然とああいう感じで歌になりました。うわ、いやこういったその瞬間でしか生み出せないものっていうのが生の良さでもありますよね。きっとなんか考えてきたものの良さもあると思うんですけど、なんかその場で作っていく、なんか今生まれてる感じとかはなんかお客さんにも伝わるんじゃないかな。来年度も開催予定ではあるんですが、悩んでらっしゃる、まあ、お客様、ワンパク行きたいな、どうしようかなっていう方に最後にメッセージいただけますか？なんかこのフェスティバルのためにあるんじゃないかっていうようなロケーションというか、なんか城壁があったり、なんか神社があったり、なんかでも街の中で駅からもすぐ近くで、で夜は街にも遊びに行けるし、すごく気軽に子供を連れて遊びに来れるフェスティバル、ぜひ来年も遊びに来てください。ありがとうございます。ソース81さんでした。ありがとうございました。